らえるんだっけ。アピールするのもらえる。スニーカー男子と写真撮る、ここが最後尾です。 すごい列。スニーカー男子と写真撮るためにはここ並ばないと。あ、ここ最後尾です。はい、どうぞ。最後の方が最後です。もう少しでスニーカー男子と写真が撮れます。これ1時間待っております。本当に長かった。もうアイドルですよ彼らは。スニーカー界のアイドルですよ。あともうちょっとで写真が撮れる。あー、すげーかったし。そろ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 とうとう念願のスニーカー男子の写真、ツーショット写真撮れますよ。やっとやっと終わりました。とうとう僕の出番です。スニーカー男子待って、スニーカー男子待って。おい、1時間なんだ。1時間。いや、そうだよ、並んでましたね。いや、マジディズニーかと思った。マジぶっちゃけ並び始めた瞬間から分かったんですけど、吉田さんギリギリになったからバレないよ、後ろ見てた。気づいてないかなって。いや、余裕で気づいた。いやいやいや、1時間ないよ。いや、そうそうそう、話が長い。いや、だから話しことだ。あと気づいたのが、女子の時長い。それはシンプルに知らない人だから。あ、そうかそうか。あの紹介だったよ。あ、なるほどね。お互いを知ってたんでやめてください。すごい派ですよ。だから一回帰るって言ったじゃないですか。それ帰ってくれなくて。吉田さん、俺あんまこんなこと言うのやすけど、変っすよ。45の一丁勝負。45の勝負。45でこれなんすよ。俺やべえよ。誰ともかぶんなかった。確かに。でもそれ顔で、これもいいよ。しょ、どうでもいないし。これアップルマンですか。あ、どっか気になっちゃった。あ、これはこれは。すげえ。今日新品ですよ。あ、そうです。この日のために。え、女性の奥さん。奥さんですか。おお。石田さんちょっと遊び貸してください。え、全然好き。どうしよう。石田さんから誘って結果じゃない。いや、調子ちゃっていますね。軽く連絡しますねって言ってたじゃん、この前。ちょっと忙しい。この前の。まあ、マジで3人がでも難しいんじゃない。ぜひ、ぜひ。でも、すぐ最初。偶然会うんだ。いや、石田さん、なんか聞いてましたね。石田さん、あのラックに隠れて渡辺ってやめてもらっていいですか。あの、渡辺、勝手なアパレルショップでラックに隠れて。だから、さっき入場するときも電話して、石田さん来るんだ。むちゃくちゃ好きなんですよ、今度石田さん。いつも、いつも可愛いっすね。いや、今日石田さんいるやつ、喜んでる。前回のスリーコンドームも石田さんの名前だしな。一番テンション上がってる。ぜひ。じゃあ、奥さんは石田さんのどこが好きなんですか。いや、だからこれこのファッション。これが好きなの。これ好きっすか。原口ちゃんがディスったこのファッションだって首振ってますよ。これよ、これ。一緒に歩きたくないのダメなんですか。いや、歩きたいでしょ。どこにいたって分かるでしょ。でも、まあ、奥さんのジャケットはアンブッシュ。アンブッシュはこれは石田さんチョイスですか。あ、違う違う。あ、そうか。でもまあ、割と近いところにはいるのかな。でも下もね、結構派手な絵そうなんです。確かに近いですね。奥さんは顔出してよ。顔出してくれない。あ、ないんだ。怒られちゃった。そうそうそう。こんな感じで。ってことで、じゃあ。で、これです。分かるです。いや、もう、だって待ってるからさ。あー、俺でしょ。じゃあ、実際に俺、石田さんと一緒に写真やってます。でも俺、多分、石田さんのスタンプ、一番使ってます。多分日本で一番使ってますよ。やってか、俺らみんな石田さんのスタンプ。全然使う人いないって言うから、めっちゃ使う人。めっちゃ使う人。サブちゃんで申し訳ないけど、石田さんの LINE スタンプのサブちゃんちょっと撮りましょうよ。その、これどういう意味って言う。あ、面白い。超並んでるんで。みんな買ってもらいましょう。マジで。ずっと石田さんの会話なんて、意外とない。
スタンプを見たら大体石田さんです。全然ない。石田さんのめっちゃ使ってるんですよ。待ってるから。あ、うん、すいません。待ってるから。よーし。はい、チーズ。縦も縦も。カメラマン。カメラマン。はい、チーズ。はい、気持ちいい。すげえ、これ。はい。ありがとうございました。石田さん、ありがとうございます。もうね。また、またちょっと。めっちゃまた話しました。すいません。